Let's do Zhongli. 待て! Zhongli, Zhongli, Zhongli. Oh. 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 Hell yeah, I can swim. Oh no. We are going to make it. Do not worry about it. ついこの間知り合ったんだ。見聞が広く、博学多才で。タレントって。私は漢学殿の仮説は面白いと思う。逆に勝利殿、なぜ証拠もなしに否定を？いや、俺はあくまで事実を述べたまでだ。私よりも南王帝君の見心がわかるというのかい？Actually, yes. なぜ元王帝君はそんな贅沢なことをしたのだ？簡単だ。それはモラが最も手に入りやすく、最もコストのかからない材料だったからだろう。It's like you're telling someone else's tale. 元王帝君の話だからな。勝利殿、その考古学に関してあなたに聞きたいことがあるんだけど。なあ、構わないが、友人も一緒でいいか？きっと力になると思うぞ。And you see for a good story. ぜひご一緒してほしいわ。さあ、行きましょう。元王帝君はしないと思うぞ。でも、考古学の研究をしていく中で、塩の魔人に関する伝説を耳にしたわ。塩の魔人、ヘウリア。彼女は善良な魔人だった。でも戦争でモラクスに、実に不名誉な方法で暗殺された。それは話せば長くなるな。真相もお前の知りたいものではないかもしれない。はい、ファットウィー。いたいた。勝利先生、探したぞ。まだよし、ペレラウ。離れろ。戦艦軍に通報するぞ。武器なんか持ってないんだが。王城堂には世話になっているからな。さすが勝利先生。じゃあ今すぐ出発しようか。待って、私もついてっていい？私も考古学者だから役に立てるわ。はい。では、先ほどの話はまた後にしよう。そうだ。さあ、マネの真ん中。待て、これは観光じゃなくて考古学チームだ。あっという間。多すぎる。しかし、俺の友人には唯一の。何しゅう、ファインディングタレント。かなり役に立つと思うぞ。それ、ファインディングタレント。何も関係ない。宝箱を絶対に見逃さないという才能だ。ファインドウィトオープンね。オイラも得意だぞ。イエーイ。イエーイ。イエーイ。元王帝君は岩の槍を海に投げ、魔人を封印した。その岩の槍が長年の風化を受けて、今の景色となった。武器？あの歴史と関係するものの多くは海に沈んだが、渦の魔人が大波を引き起こした影響で何かが見つかるかもしれない。つまりちゃんと探せばきっと大儲けでき、こほん収穫はあるってことだな。それなら安心だ。おい、来た。お、Got him! You know, I hate you. You know that? Die, die, shine!死ねえや、バカ。バカ。けど、塩の魔人は優しく力もあって、みんなに愛されていた。見せられないものなどないはず。だから、真実を隠したいのは犯人のモラクスだと私は考えているわ。元王帝君は。そんなことしないと思うけど。そんなのどうだっていい。
それより、その遺跡には潮の魔人の宝物があるんだろうな。死ね、ベーク。人の話を聞きなさいって。あったとしても封印を解かないと入れないわよ。勝利先生がいるじゃないか。何でも知ってるし、封印だって楽勝だろう。あの封印は長いこと存在していて謎だらけだから、きっと勝利殿だって。多少ならわかる。ええ封印に関する言い伝えは雑然としているように見えるが、実は解除の仕方もちゃんと伝わっているんだ。封印と関係がありそうな装置の話をしていたな。うん、勝利殿がそう言うなら案内するわ。 Oh my god, I know. No. No. 天候は南、陽光は東、絶雲は西、警策は北。この方位をヒントにもう一度やってみるといい。East, west, and north. Yes. 無用の争いを避けるため、遺跡に入る前に一つ提案があるんだが。何でしょう。契約を結んでほしい。内容は順番に物を取る。一度に一点のみ。誠意を示すため、俺はカウントしなくていい。チャンスを諦めるのか。俺は認めない。この半人前の考古学者と収穫を当分しろってか。死ね死ね死ね。この魔人の文化財が台無しになるわ。もし契約を結べないのなら顧問を降りるしかないな。この遺跡にある宝と罠の対処は二人の判断に任せる。それは大事で言ってまんで。分かった。潮の魔人の宝物だ。その半分でも十分金になるだろう。契約に応じてもいいけど、勝利殿、潮の魔人の真相を見つけたら、たとえモラクスに不利なことであっても公正に判断してほしい。その条件なら受け入れよう。では行こうか。行くぜ。 Oh, I'm gonna go down.Oh my god. Oh, amazing. Oh. Oh. Hmm, don't you? これは彫像？いや、人だ。潮の魔人の信者だったんだろう。なんでこんな風に。この遺跡に一体何が隠されてるの。 There you go. 敵立せ突きあり甘い敵立せ突きあり。 Oh, you can do two of them? Whoa, that's awesome, dude. 敵立せ突きあり。Ooh, awesome. I just saw. 中に塩が半分入ってるわ。ただの塩入れだろ。塩の魔人は貧乏な魔人だな。俺の知っている限り、それは普通のものじゃない。たかが半分、されど半分。永遠に変わらない。え？つまり、いくら使っても中の塩は減らないのか？その通りだ。無限の塩を生み出すなんて、やっぱり塩の魔人の力はすごいわ。ここまで苦労してやっと見つけたお宝だ。こいつは俺のだ。無限に出てくる塩。I hate you. I hope you die. 死ねえバカ。塩の魔人の遺産をそんなことに使わないでくれる？クリメント殿がそれを欲するなら、契約に従って次は彼女がもらう。問題ないさ。こいつより金になるものはなさそうだしな。バカ。新天堂地。甘い。新天。I add another one. Oh, I can. Oh my gulai. That's too awesome, dude.Zhongli, I need your shield.
no one can get, I don't know. Do you know that you're about to die? Bye bye! Oh! He's alive! Oh, okay. Simple ruler. これは測定器具の一つなのよね。その通り。しかしこれにも潮の魔人の力がある。これを地面に刺すと、そこから潮が溢れてくる。深く刺すほど得られる潮の量も多い。つまり、潮の豊作だ。それって俺の潮入れよりもすごいじゃないか。では契約にしたこの定規は彼女のものだ。ダメだ、認めないぞ。俺が出した金だ。なんで俺が損しなければならないんだ。それにこいつ何の役にも立ってないし。Oh, useless. Wow. 絶対に認めない。やっぱり契約を破るのか。だったらなんだ。この遺跡の罠もほとんど分かったし、あんたがいなくても結構。そもそも俺が雇い主なのに、なんであんたに従わないといけないんだ。契約を結んだからだ。ガンウォーテイ君はこう言った。Once you break the command after the wrath of the wrath。いわくいの刑に値すると。Got him。それはリーウェの神だろう。俺はスネージナヤから来た。いわくいの刑。The wrath。その身をもって体験。The wrath of the wrath。Oh, we're gonna fight them. Oh, punish clear, you idiot, Fatuino Baka. Do you want a meteorite? Here's a meteorite. Boom. Another meteor. Boom. その獲物も没収する。この先に行く資格はない。猿がいい。くそ、覚えてろよ。考古学のためとか言って結局嘘だったな。ファイブ。大好きだけど悪いことはしないぞ。彼は貪欲で間違いを犯した。しかし貪欲の他にも。契約を破る原因はまだまだある。渇望する者を前に契約を守れる者はどれほどいるか。ナイスコー。何のことだ。この考古学チームに考古学を目的に来た者はいない。どうしてそう言えるの。お前は考古学の初歩的な知識も文化財もよく知らないが、潮の魔人に関する知識だけはかなり詳しい。考古学や文化財よりも潮の魔人自身に興味があるのだろう。またお前が話した潮の魔人の伝説も、その多くは銀元町に伝わっている。それ以上言わないで。勝利殿はやっぱり物知りなのね。何もかも見抜かれてるわ。そう、私は考古学者ではなく、リーウェ七星八門の一つ、遠行を担当する銀元町の者よ。私たちの祖先はかつて魔人戦争中に潮の魔人に守られた民だった。確かにモラクスっていう名前を口にするリーユエ人はめっ戦争中、モラクスが私たちの神を殺した。潮の魔人の力を奪うために。おお、プラットイスト。憎いわ。でもリーユエはモラクスのリーユエ、歴史だって改ざんされてるに決まってる。だから証明したいの、モラクスが悪で残酷な一面もあるってことを。契約に従って真実をちゃんと公正に判断してくれるわね、勝利殿。もちろんだ。それにリーウェはもうモラクスのリーウェではない。ついてこい。答えはこの先にある。おお、ナイス。おお、ウェイト、平気立先人。Haha, genius. Hey, you want some meteor? Right.
This is the strategy, right? First, make one of those. I mean, make two of those things. Then next is make another one of those things. And then create a shield. And then another shield for Anna. And then open her. And then open her. And then open her as well. And then use this. And trigger Anna free shield. And then oh, we almost died. There you go. And then he died. Bap, bap, bap. See that? Meteor! Boo! Oh, it's a broken sword blade. Kowareta tsurugi yo. Kore ga shouko yo. Shio no majin wa teikou shita. Tada Moraxu ni wa kate nakatta nda wa. Shio ire ya jougi ni kurabete, kono tsurugi no chikara wa motto kyoudai de shou ne. Moshi naosu koto ga dekireba, shio no majin no chikara wo minna ni miseru koto ga dekiru. Oh, and I hope I can have it. Tashikani. Makita ato ni nokosareta mono ni mieru na. Ken no danpen ga 2つ。考古学的な見地から言うと、それは2つの文化財になる。契約に従い、そのうち一方しかお前は。The other one will be mine and the other one will be Paimon. どうしてよ。だってクリメントのやつはもう。ああ。だが、一点のみの契約はまだ有効だ。同時に2つもらうのは契約違反になる。それは。なあ、勝利、悪意はないんだし。少し融通を聞かせたら契約に融通はない守るかおーダメ半分だけもらっても直せっこないわそしたら塩の魔人の力だって私の信仰のために何が何でも契約違反になっても構わないわあー even her 決心はついたかThere's a price to pay. 代価を支払ってもらおう。勝利。岩国の刑を受けることになるぞ。There's a price. 構わない。民を守るため犠牲になった塩の魔人と比べたら、そんなに大したことないわ。どんな処罰でも構わない。私の信仰を守れるなら。女性を殴っちゃう。You can hit the girl. それで許されるのなら楽だけどな。罰として真相を教えよう。真相？真相が私への罰。ああ、これから話す真相はお前が契約を破った代価だ。残念だが、潮の魔人ヘウリアは強い魔人ではない。むしろ弱い。譲歩ばかりしてきた彼女は七神の座には登れない敗者だ。なんですって？魔人戦争時代。魔人たちはテイバット大陸を奪い合い力と知恵を尽くし戦ったしかしヘウリアは逃げることを選んだ逃げれば戦火の影響は自分と民たちに波及しないと思ったしかし長い戦争の中で譲歩は終わらないそうしてヘウリアは土地を全て失い最後の居場所しか残らなくなったいやそんなの最後彼女は民を守る武器すら持っていなかった武器すらないああそれは潮の魔人の遺物ではなく彼女を殺した狂気だ狂気違う嘘よ私の信仰を惑わすつもりなのね事実を述べたまでだそんなバカなさてはあなたもモラクスの信者なのね騙されないわおい勝手に行くなよああ出なければ真相を罰にしない俺だって話したくないからな先へ進もうそこにはおそらく彼女が真相を受け入れざるを得ないものがある彫像が
そして俺を信じられないなら先へ進むしかない。あの時の出来事、この扉の先にある痕跡がそれを記録している。ここだ。ヘウリアだったものが崩れ、塩しか残っていない。これが彼女の最後だ。物語の続きだ。彼女の民はこの優しい魔人では誰も守れないと気づいた。魔人戦争は残酷だ。破れた苦痛を味わわせるよりも彼らは彼女を自由にしたかった。 Sad story。 でもこの彫像たちはどんな弱い魔人であろうと、それが死ぬ時に流れ出る力は、凡人の体では耐えられるものではない。逃げられなかったものがこんな風になってしまったんだ。生き残った民は領地を離れ、岩王帝君の庇護を求めるためリーウェに行った。その子孫たちはヘウリアが残した魔人残滓による呪いを恐れ、ここに戻って彼女の怒りが静まるようにと剣を折って彼女に奉納した。だが本当はする必要もなかったんだ。最後まで抵抗しなかった魔人が自分の民に怒りを抱くわけ。それでも受け入れられないわ。嘘よ、偽りの歴史を。 It's right in front of you。 私の信仰は揺るがない。バカ、今回も容赦ないな。それが彼女の払う代価だ。悪いことばかりでもない。しばらく動揺は続くだろうが、すぐに納得できなくても事実を知ることはいいことだ。遠い昔の俺にとってヘウリアの話は戒めでもあるんだ。亡くなった神を信仰するのはいいことではない。ヘウリアでもモラクスでも皆同じだ。うん、ああ。さて、これから一緒に古雲閣に来てくれないか。何するんだ。ああ、ここに来て、そして昔話をして、ふと懐かしい思いに駆られたんだ。That's a sad story. Hi, Zhongli。 前にも言ったが、古雲閣の下には魔人たちが多く封印されている。Oh, really? 今のリーウェは凡人たちのものだ。遠い昔に生きたヘウリアの置き土産をリーウェ校に持ち帰るわけにはいかない。ここで静かに眠らせた方がいい。俺は一つの時代を終わらせた。その歴史をどう記録すればいいか、ずっとか。歴史は記録できるが、その信憑性は不確かなものだ。今回の件はその証明になった。歴史をねじ曲げるほど本物の歴史を刻むためにより良い記録が必要だ。石に刻むのは良い記録だった。しかし変わらない盤石も世界も俺もいつか消えるかもしれない。勝利だからお前のことを思い浮かべたんだ。お前は様々な世界を旅する者。歴史をお前の記憶に刻めば、それはいつか別の世界にも伝わるだろう。旅人としてお前が記録すれば、テイワットの時代も歴史もバックアップを得たのと同じだ。任重くして道通し。さてと、そろそろ置き土産を海に入れるとするか。なんで海に入れるんだ。言っただろ、ここには魔人が多く封印されていると。軍玉閣に再び封印されたあの渦の魔人オセルもな。数千年前、戦乱に満ちたリーウェで俺たちは戦った。魔人が封印された古雲閣も、千年の時を経て逸話と伝説しか残っていない。オセル、俺たちは敵同士だが、旧時代の対立は所詮旧時代の思い出に過ぎない。
ギフヘウリアの遺物はお前が飲み込むといい。Kalau sesama sih. Kan masih kena kan. Oh. Di Weko no reiseki wa kore de hitotsu nakunatta. Tenchi banshou. Kousei ni makaseru to shiyou. Today. Oh. That's a sad story. Jong Jongli. Sana all my jongli.